干得正吗？干得正正吗？有没有那个有没有疑问想要提出来的？就是对于上一第一个阶段历史的部分的说明，包含影片看完之后有没有人想要提问的？用完的那个核废料应该是高阶的，他们会再拿去就是其他的那个工厂把它再回收，那个又用完之后再从里面抽取出布，对，然后那个布他们现在是说他们会用那个布再去用到另外一种原子炉里面，高速原子炉，他说可以用，但是他们实际上那个原子炉现在就是有问题不能动，对，然后他们其他的那个回收的过程也有问题，是他们国内还没有那个技术的，对，但是他们就是一直把那个核废料先囤积在国内，然后还有运去英国和法国做处理，所以他们其实国内是有44吨的布，已经有那个布的存在，但是他们那个原子炉也还没有好，所以就是别的国家会质疑说，日本为什么可以有布？因为那个布可以立刻做成核武。刚刚最后那个奥巴马那个不是最近的事？他们去年的初めぐらい？去年，那是去年的。我以为是最近的，不是啊，不是来了。那个小说一章在那个图片是片那本书里面有讲，就是说他那个木料在发电，基本上跟日本政府是彻底的失败。那这个谎言就是说日本现在有多少人？相信是不是？对，相信就是说，大家继续用这个谎言去欺骗日本的话，多少日本人也会再相信这个？ある学者はもうこういう話をはっきりしたんですけど、これは嘘ですとか、それは絶対成功しないからという話をしてるけど、日本人のだから他の日本人がまだ今まで政府が話している内容を信じている人はどれくらいいるか。リサイクルの話は難しいからみんなわからないんです。因为核废料回收这件事情非常复杂，所以其实只有一些专业的学者知道，其他大部分的民众是不知道这件事情到底可以成功还是不能成功的。でもリサイクルだと言って何十兆円もお金を使っているのに、誰も普通の人はみんな素人だから、わかりませんねって言っています。那日本政府已经花了好几十兆。的日币在这件事情上面，就是核燃料回收这件事情，那其他人民大家都是付税金没错，可是因为大家不晓得这件事情到底是会不会成功或怎么样，就是还是不清楚的状态的人比较多。政府ができるって言ってるからできるんじゃないのって因为也有一部分的人会认为说，政府既然他确定要执行了，那表示可能在不管多久，反正总有一天应该会做成吧。有些人是这样子的态度。我想说一下，就日本的那个例子来看，其实日本是受和武器摧毁过的国家，它长期跟广岛长期受到原子弹的摧毁跟创伤。可是为什么他们日本政府对于核能发电这件事情却是没有抗拒，甚至还是可以把力？他也没有去抗拒他。
方政府はなんか何も抵抗なしで送ったみたいだけど、原発の発展そんな感じだと全く抵抗はないことについて聞いてるんですけど、そんなことして日本政府は原爆を作りたかったんです、自分たちでも。其实日本政府他自己他想要做核电厂，并不是说他没有抵抗美国来推销这件事，是他自己也想做。可是他是受害者。对，你看我比较想，就是在競爭に負けたんです。先に作ったのがアメリカ。因为他觉得他就是之前没发展核能，所以输了才输了。日本の中で 原発を推進した有名な政治家がいます。その人は原発を見て、あ、これは日本に必要だというふうに考えたそうです。在那个日本有一个很有名的政治家，就是他发现那个原子弹掉下来之后，然后他觉得啊，因为日本就是没有这个技术，所以才会就是战败。だから人々はもちろん原爆嫌です。所以一般的人民应当然是很讨厌，就是原子弹的这种核武啊什么的。でもどうも政府の中にはこれは日本に必要だからどんどん入れましょうと考えている人たちがいました。但是在政府里面有一些人，他们认为说，日本政府是缺乏这个人，是应该要导入这个的。じゃあ多分他にも質問があるかもしれませんが、まず上前さんの話の後でまた質問してください。就我们现在先进入就是第二段，然后这个第二段结束之后，的那个就是发问时间，也可以连同前面的那个问题再一起讨论。谢谢。大家好。你好。我叫夏简章子。前面的上，前面的前，哦，这样子，Masako，我住在台中两年，中文一点，不好意思，一个小时。私は福島の郡山市に住んでいました。我住在福岛县的郡山市。ここが福島の。那边原点的那个地方是就是福岛核电厂的位置。私が住んでたのはここで、ここからだいたい直線で60キロ。我住的地方是在那个核电厂的60公里远的地方。政府说只有30公里圈内是需要避难，只有这边是危险的。この辺はもう大丈夫、没关系。那30公里以外的部分，政府是说是没关系，不用去避难，是安全的地方。外に出てても何してても全然大丈夫とすぐに言います。核災发生之后，政府说你们可以照平常的作息，不管是去外面还是怎么样，就是都不需要做任何防护是没有关系的。でもその時アメリカは80キロから外に出なさいとアメリカの人にだけ伝えて。但是核災发生之后，美军对于住在日本的美军人员的话，他公布的消息是说，80公里圈内的人全部都要避难。美军呢？美军要自己要避难。それでこの辺の人は大丈夫というので、まあ逃げた人もいるけれども、たくさんの人が残って普通に生活してます。所以一部分的人，也是听到那个美军的那个消息，知道那个消息，有一部分的人也逃了，但是有大部分的人。因为日本政府说是安全的，所以都还是留在原地。で、今、
福島の子どもたちとかいろんな人に起こっている健康の問題とかいろんなことがちょっと17分の映像にまとめてあるのでそれを見てください。那我们这段讲演的部分会先看一段影片，然后再进行就是解说。那它是关于实际在那个福岛拍的纪录片。僕たちはがんになりませんっていうのは保証できますか？ごめんなさい。ごめんなさいは足りない。はっきり言ってください。言えない。確率論だから。絶対ということは誰も言えない。絶対安心ということは誰も言えない。しかし安心してくださいとお願いできる。ここは大事です。命令もできなければ 100% に辛くはありません。必ずエラーが起こります。があるのは初期被爆がかなりあったんだと思います。なしが A1 です。の方がありが A2 です。ですからなかったものがあったということで、医大のその検査はの何て言うんでしょう、信頼性がないというか、はい。If television try to show the this news, maybe maybe confused in Japan, everything it's difficult. 校庭の一部が入れないところがある。このトラロープとこの立ち入り禁止があるっていう学校っていいんですかね、通ってて。
黄色いのが大西区です。セシウムは100万ベクレル以上あるんです。これはあの国ぐるみの隠蔽なんです。文部科学省と言ってるんですが、文部科学省だけじゃありません。政府も内閣府も何も県も市町村も全部知ってると思います。もちろん東京電力も。いやー、住めると思いますか。僕ですか。はい。このうちに住めると思いますか。そして戻ってくださいなんて言われたら、あなたここで子供を殺してくださいって言ってるようなもんだよね。ご自分もその工場での検査されましたか。で、私は脳胞が見つかりました。これは何？ガラスバッチ。ガラスバッチ。何？ガラスバッチで、測るやつ。何測る？放射能ね。何？放射能測るやつ。Helen, you know, the Fairwind site has been getting a lot of anecdotal evidence from people all over northern Japan. We just got an email just last week of a woman whose two sisters were pregnant, and one child was born deformed and the other two died in the womb. They were pregnant on during the accident, and they could tell the metallic taste on their tongues and all that kind of stuff. So I just am concerned that the Japanese government isn't properly accounting for that. You know, that's the same problem that Yablokov had when he was in the Ukraine. Yeah, the Japanese government is really out to lunch, I would say. It's covering up this accident even worse than the Russian government did. I mean, the Russian government didn't admit there'd been a meltdown for about 10 days, and they didn't start studying the victims for about 5 years at all, and denied a lot of evidence, medical evidence, about what was happening. But at least they evacuated people almost immediately. The Japanese government has virtually not done that. Children are living now in areas of very high radiation. In fact, Arnie, as you know and you've measured, there are areas of very high radiation in Tokyo, per se.今答えられる範囲で結構ですから、一言だけでも結構です。ご回答ください。あ
避難されるのは地方の判断に基づき、していただいているところでございますが、国としては安全な地域については、ここも安全なんですね。福島市は安全なんですか？緊急時なんでしょ、今。緊急時、福島市は安全なんですか、この緊急時。どこが安全なんですか？どういう挙げ方で安全なんですか？あのね、共産圏のチェルノブイリ、ベラルーシでさえどん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 避難させたんですよ。なんでこの人、政治国だ、自由諸国だって言ってる日本ができないんですか？そうだ、旧ソ連でさえやったんですよ。1週間で24万人の子供を避難させたんだよ。あら、4ヶ月経って何やってるんですか？政府をここにつけれ。恥ずかしくないのか？何のための記念ですか？あ、ございます。で、中でも尿保健査については早急に調査をお願いしたいと思います、誰がどのように調査をするのかということについてご回答いただきたいと思います。今持って帰りください。